やっぱね、歴史を持ってる団体さんっていうのは強いんですよね。で、歴史を持ってるがゆえに、それを倒すっていうのは最高の喜びじゃないですか。で、それができるのはパンクラしかねえだろうと。アンディ・サワーにぶつける選手は大物食いを期待して岡田浩太。大物食いなんですよね。アンディ・サワーチャンピオンですし、とてつもない強さを持ってます。で、完璧な選手なんで、その完璧な選手に対して、やっぱり予想外なものをやっぱぶつけていかない限りは難しいなっていうのは正直なところですよ。肩固めとかね、例えば岡澤選手なんか、そういうのを狙っていっても面白いかなと思いますしね。まあ、それ総合格闘家の持ってる、スキルっていうのもあるんで、で、それをちょっと生かしてやれればいいんじゃないかなと思います。シシド選手に、ぶつけるのは、パンクラスの未来を担う林源平、彼に出演してもらいます。まだ年齢も23だったかな。まあ若いんですよね。で、とりあえずアグリッシュに行きますよ。だから、守りに入る試合はやらないんで、かなり面白い展開を期待できると思います。鈴木宏明選手に、ぶつけるのはパンクラスで、もう今世界的にも、評価の高い清水俊一をぶつけます。清水選手に関してはもう海外の団体も、モニタリングしてます。正直、まあ、総合格闘技でも本当にそのシュートボクシングの、ね、ルールでも力発揮すると思いますよ。僕はじっくり攻めて、2ラウンドぐらいに、決めてもらえればいいなっていうのがありますね。で、決めなきゃダメでしょ。勝負ごとはこの 3選手、当然ね、勝ちに行きますんで、で、パンクラスが強いんだっていうところを、彼らは証明してくれると思います。